国鉄地基6000系貨車は、日本国有鉄道が1977年から1981年にかけて、古機5500型から改造製作した貨車である。老朽化した、地基1500系、地基3000系、地基4000型などの戦前、戦時性長物車を置き換え、長物車の近代化を図るために完全申請車である、地基7000型が1975年に、 制作されたが、登場した時期が、当時の国鉄は、財政難の時期であり、コスト面の問題から、チキ7000型は単年度に150両が製造されたのみにとどまり、本格的な置き換えには至らかった。その一方で、当時は、古キ5500型が余剰となっていた。1971年に登場した古キ5万型とともに2種5トンコンテナが、 量産化されると1種5トンコンテナ5個席で、製作された古機5500型は2種5トンコンテナ積載に対応する改造が行われたが、車体長の関係で4個しか積載することができず、積載効率が劣り、速度面においても劣っていたため、余剰化していた。余剰となっていた古機5500型は、経年が浅く、車体長が長いため、長物車へ改造することになった。 こうして登場したのが、チキ6000系であり、老朽化した長物車を置き換えるために、1977年から1981年にかけて422両が国鉄工場にて改造製作された。チキ7000型に類似した形態を持つ汎用長物車である。改造に際しては、古機5500系のうち TR63 回形台車を装備する車両が、 選定された。台車と連結器と側張りを古希5500型から流用し、側張りを切り詰め、チキ7000型に準じた車体を申請している。床板は木製である。ブレーキ装置は古希5500型では、手ブレーキ式であったため、側ブレーキ式に変更された。ミサオ従者の控え者として使われたチキ6000系本形式は、戦前。 戦時制長物車を置き換え、長物車の近代化を進捗させ、地機7000型とともに、汎用長物車として、全国各地で使用されたが、国鉄末期になると長物車を使った、貨物列車は、次第にトラック輸送に置き換えられ、本社も例外でなく、約半数が余剰廃車となり、1987年4月の国鉄分割民営化に際しては、JR 各社に継承された。 継承量数は、東日本旅客鉄道に75両、東海旅客鉄道に13両、西日本旅客鉄道に61両、四国旅客鉄道に5両、九州旅客鉄道に30両、日本貨物鉄道に31両の合計215両である。JR 旅客会社に所属する車両は、事業用として、レール輸送などに使用される。かつては、 ミサオ従者の被害者などに使われた車両もあった。2017年4月の時点では、北海道旅客鉄道に6両、JR 東日本に52両、JR 西日本に48両、JR 四国に4両、JR 九州に18両が在籍する。2020年4月1日時点では、JR 北海道に6両、JR 東日本に49両、 JR 西日本に四十四両、JR 四国に四両、JR 九州に十六両在籍している。JR 貨物に所属する車両は、チキ七0型とともに、陸上自衛隊の機材輸送列車用として運用され、二千十年四月時点で三十一両が在籍している。ビレット輸送改造車ビレット輸送に使われていた、チキ二千八百系、チキ二千九百型を置き換えるため、 ビレット輸送用に1981年から1982年にかけて国鉄若松車両センターにて地規6000地域6021の22両が改造された。改造車は6900番台に改版されているタンクローリーピギーバック輸送試験、改造車体クローリーピギーバック輸送試験を行うため1987年、 地キロ1358地キロ1316の2両が JR 貨物名古屋工場と日本車両製造にて改造された JR 貨物区機900系貨車背景も参照ありがとうございます